リンスとは、ブラジル国サンパウロ州中西部に位置する都市である。住人、出身者の故障は、リネンセである。20世紀初頭カンペストレ川とサントアントニオチャペルにちなみ、集落は、サントアントニオド・カンペストレと呼ばれていた。1908年、この地に、ノロエステ鉄道が開通し、それに伴えない地名を、当時のサンパウロ州統領アルブケルケ・リンスと同じ。 リンスと解明した。1913年、リンスはバウル市の行政区画に昇格する。1919年、リンス省教区が設置される。翌20年4月21日、市として独立する。リンス管内に日本移民が初めて入植したのは1916年、バルボーザ植民地においてとされている。1929年には15年間ブラジルで、 暮らした元外交官のタラカンテツタスクがリンスに入職し、コーヒー園の経営に当たった。1951年に、明治天皇の孫、敏彦が皇室離脱して、ブラジルに移民し、タラカンテツ、タスクミ防人の絹の養子となり、タラマト彦としてリンスの農園を引き継いだことにより、大谷校長夫妻、三笠宮隆人新郎夫妻、三島幸男など日本から、 多くの著名人がリンスを訪問した。AB、リンス、インホグレフィコス、デイドズ・ジェライス・ドゥ・ミュニセピオ。サンパウロ、アイビジュ、2015年3月5日閲覧。AB、リンス、インホグレフィコス、イストリコ。サンパウロ、アイビジュ、2015年3月5日閲覧。セオ・マサヒロ、この人と、足ア跡ア、新世紀に橋を架けたコロニアの群像日経新聞社。 1999年、206ページ。タラカンテツ、タスクサンパウロー人文科学研究所、クロノロフィアダイマイグレーズをジャポニサエム、リンスイストリアイラストレーダ・ドゥ・ジャポン、2011年4月25日。ありがとうございます。